世の祈りを妨げに来たのならお帰り願おう。何に祈るのです？火のクリスタルですか？これは世が神竜様に選ばれた証。世は物になど祈りを捧げぬ。世が祈りを捧げるのは神竜様のみ。故に神竜様は世の声に応えてくださるのだ。でもゴードリル、神竜はあなたに声が届いていないと言っていたわ。何をバカなことを。世が祈りを捧げたゆえにこの国の寒さは和らいだ。世が祈りを捧げたからこそ火のクリスタルは我が手にある。火のクリスタル、それを持つ者に啓示を与え道を指し示すという。故に火のクリスタルを所有する世こそ選ばれし者。ライムダールを治め人々の上に立つ神王なのだ。それが勘違いだって言っているのよ。あなたのせいでゴードリルやマルファがどれだけ苦しんでいると思っているのよ。この国の民を守りたくても守れないその悲しみがあなたにわかる。そしてそんなゴードリルの悲しむ様子を見ているマルファの気持ちが、私はあなたを許さない。絶対に許さない。我はたけるもの、壊すもの、生み出すもの、妖精の王に啓示を与えたもの。妖精の王に？だが妖精の王が仲間と共に封じた闇の瞳の封印を解こうとする者あり、その者こそ私の姉さんってわけね。多分そうなんじゃないかって思ってた。なんでそんなことをしているかはわからないけどでもそれだったら話は簡単よ。私はグローリアたちを姉さんのもとへと導くわ。きっとそれが私の役目なんだわ。そして私は姉のやろうとしていることを止める。絶対に止める。だから仲間と一緒に旅を続けるわ。ならば我も力を貸そう。闇の瞳を封じることこそ役目なれば。火のクリスタルの啓示だと？またか、またなのか。50年前もそうだ。なぜ火のクリスタルは世を選ばぬ。なぜこたびも妖精を選ぶのだ。火のクリスタルは私はせぬ。世こそ世界を救う王なるぞ。黙りなさい、エセキュー戦士。ゴードリルとの約束ここで果たす。我が輩の力見せてやろう。ゴゴのたちに神竜様の裁きを。どうするか。さあ、本気出しちゃおうかしら。私の番です。治療します。大丈夫ですか？手間かけてごめんね。我が輩の番だな。
我が輩の犠牲を。よっ。こいつでどうだ。わしめを。やる気十分。行くわよ。見逃し厳禁よ。ちゃんと見てくれた？うん、傷が癒えていく。俺の番だ。神罰である。さて、これで神竜様の力見ろがよい。我が輩の番だな。治療します。おにぎる。さて、受けてみろ。神罰である。なかなかやるではないか。だが世の力にはまだまだ及ばぬ。アスタリスクよ、世にさらなる力を与えたまえ。オラクルのアスタリスクの力、思い知らせてやろう。これぞ神竜様の力。ん？よっ。我が輩の本気、見たいか。ここが見せどころだ。我が輩の芸術、見せてやろう。実力実力。どうするの？こうやってると。これを使って。助かる。さて、強化の魔法を。これでいける。どうするか。こいつでどうだ。受けてみろ。危ないところだった。まだだ、まだ終わらぬ。ロがこの国を、世界を救うのだ。この程度で倒れてなるものか。神竜様、世に力を、ご加護を。立ち塞がる不届き者に制裁を与えたまえ。こいつを使え。ありがとう。魔法の加護を。
そう。こいつでどうだ。我の一撃を食らえ。どうするか。しかねるな。一歩前進です。よっしゃ。なぜ神竜様は世をお救いくださらぬのか。それはあなたに神竜の声が聞こえていないからでしょう。お前は いやいや、お見事です。ヘリオ、帰りがけのダチンにドモボイを始末しようと思っていたのですが、手間が省けました。我がホログラードがその国土を広げるためにはこのライムダールを落とさねばなりません。だがこの町は雪と氷に覆われた極寒の地、兵を送り込むには不適切な、まさに天然の要塞。しかし火のクリスタルの力で雪と氷が溶けた今、ライムダールはまさに裸同然。主な要人もあらかた妖精として始末できました。その結果この町に残っているのはドモボイを振幅することしかできないクズばかり。そのドモボイがいなくなれば、あとは敵襲、敵襲、ホログラードが攻めてきた。さすがは我が軍の精鋭、絶妙のタイミングでやってきましたね。そうそう、火のクリスタルはいただいていきます。まだ利用価値もあるでしょうしね。待て、ヘリオ。町の方からだわ。ホログラード軍と合流するつもりか。ヘリオを追うぞ。